SHOW フリースタイルTV。こんばんは。SHOW フリースタイルTV。今日はそうですね。もう平成も残り1ヶ月切ってるんですよね。で、5月の1日からなのかな。ちょっと、令和になるということで、平成のうちに、何を、残そうかってことで、令和を迎え入れるためにはそうですね、せっかく令和の曲を作ったんで、今日は渋谷スクランブル交差点で令和の曲を披露したいと思います。はい、ということで今日皆さんそうですね、多分楽しみにしている今回企画だと思いますんで、はい、やってみたいと思います。風はいつか和らぎ、平和な声耳元ささやき、綺麗に咲いて綺麗に散って、日本の戦争絶対忘れねえ、誇り高き日本大臣、日の丸と答えリスペクト絶対忘れねえ、絶対無駄にしねえその命。はい、どうだったでしょうか。SHOW フリースタイルTV、今日もみんなご視聴ありがとうございます。ということで令和、この曲目標はそうっすね、まずは年内1億アクセスを目指していきたいと思いますんで、皆様ぜひYouTube にSHOW 令和で出てきますんで、検索していただいて見てください。あとは TikTok とかいろいろこう音楽くっつけて配信できるSNS もいっぱいあると思いますんで、皆様ぜひ令和の令和令和レレ令和のそこの部分を振り付け付きでやってみてはいかがですか。で、あと令和のサビの部分、令和のサビの部分の振り付けのところが意味があって、こうですね、令和令和レレ令和、令の上の部分8の字ですねを書いてます。あとは令和の令の上の部分を意味した振り付けになってます。こうですね。はい、ということなんで、この振り付けをやって令和令和レレ令和っていう振り付けも月で皆さんぜひTikTok の方アップよろしくお願いします。ということで、今日のSHOW フリースタイル TV はこの辺でお別れしましょう。次回もドンミス。バイバイ。It's time go good、渋谷の街でも go good。It's time go good、SHOW フリースタイル TV。